中継隊受験者必見、必見単語リープの勉強法について解説したいと思います。皆さん、旧帝大の英語試験なかなかヘビーですよね。まずは共通テストで高得点を取らなければならない。リーディングはもちろんリスニングも必須です。共通テストを8割とかね取ってクリアした後に二次試験があります。高度な英文読解、自由作文、大学によってはリスニングと、まさに旧帝大英語は強敵です。英文解釈や現代文の深い読解まで求められて、英文法や単語、そして自分の考えを英作文という、ね、形でアウトプットまで求めてくる。英単語の知識も深く持たなければならない。そんな難関大の英語に耐えうる単語帳ってあるのかな？あるんです。それが筆記英単語リープです。こちらの単語帳はですね、竹岡先生の待望の最新作の単語帳ということで大変注目を浴びています。いよいよね、具体的な英単語の勉強法について解説していきたいと思いますが、今回はね、100万再生を超えた10分間で300個の英単語を覚える方法、こちらの動画を元にしてこのリープの暗記の仕方を教えていきたいなというふうに思ってます。この僕の暗記法の勉強の根幹2つです。1単語1秒である、反復する、この2つです。1単語を1秒で英単語と日本語を声を出して言い、10分間で300個から600個のペースでバンバンやって、これを1日ね3コマつまり30分やるという勉強法です。この300個から600個の単語は毎日変えずに同じ範囲を6日間続けていく、そういう風に反復していくと自然と9割方覚えられる、こういう勉強法になってます。この辺りのね詳しい暗記のメカニズムについては概要欄にね動画のリンク、これもリンク貼っとこうと思いますので、ぜひね見ていただければと思います。ではですね、今からFPV の観点でこの単語帳をあなたの目線でどうやってやっていけばいいのか示していきたいなというふうに思ってます。今回ねポイントが7つあります。最初の3つは準備になり、後半の4つがね実際の暗記作業に変わります。この準備と暗記を分けてるっていうのも非常に重要な僕の勉強のポイントになります。まずね、やってほしいことは何か。まず知らない単語に丸をつけていきましょう。蛍光ペンでもいいです。今回これ全部分かんなかったとしましょう。丸つけましょう。この丸をつけると同時に、あなたにとって覚えやすい意味を一つ選んでください。例えば、見る。このね、赤い文字よりも黒い文字が覚えやすければ黒い文字を選んでもいいです。こういうふうに自分にとって覚えやすい意味を一つだけですね、1単語1個選んでいく。この単語のね、読み方が分からなければ、Google などで発音を調べて読み方を書きましょう。例えば、これが分からなければ、調べて、くとかね、すとかね。はい、こういうふうにカタカナ表記、この単語の上に書いておく。こういう作業をですね、まずあなたが覚えたい単語数、例えば300個だ300個見つけるまでこの作業を続けてください。600個だと600個ですね。最初に参考書1冊全部ねチェックしてもいいかもしれません。参考書全部チェックして自分が知らない単語に丸をつけて、覚えるべき意味を一つ調べて、そして発音のわからないものだけ調べて、カタカナ表記で Google 発音をね書いておく。これをやっておきましょう。ここまでね準備が終わりました。この準備があることによって1単語1秒でこなすことができます。ではね、1単語1秒でやる、この4つのポイントを実践してみたいと思います。 Look 見る、 See 見る、 Watch じっと見る、 Listen 聞く、 Hear 聞こえる、 Stand 立つ、 Deposit 貯金、 Charge 料金、 Wage 賃金、 Recession 不況、 Consume 消費する、 Waste 浪費する、 Invest 投資する、 Financial 財政的な、 Hire 雇う、 Employ 雇う、 Resign 辞職する、 Qualify 資格がある、 Assign 割り当てる、アクペーション職業、っていう感じでですね、バン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 やっていく形です。知らない単語がね多ければもう別に丸をつける必要もなくて、こういうさらのページに全部わからなければ特に丸をつける必要はないし、赤文字で覚えていこうということであれば別に丸をつける必要はないし、発音だけねわからなければ書いておくってことはやっておきましょう。これで1単語1秒10分間で300から600個こなします。これをですね1日3回やってほしいんですね。ということは1日30分やる、できればね寝る前に1回、そして朝起きて1回やると、めちゃめちゃね記憶の定着率が高くなるので、日中中に1回1セット10分で300、600やって、そして寝る前に10分で300、600をやって、そして起きた直後にも同じ300もしくは600個の単語をこの1単語1秒でやっていくと非常に定着率が高くなる。これをさらにね、6日間続けていきましょうっていうのが次のポイントです。こうやってね、6日間続けていけば、18回触れてます。相当反復してますね。これだともう9割方覚えてしまうので、本当に効率的な方法なんですが、7つ目のポイントとして、1割はね、どうしても残ってしまうので、その1割と、また追加でね、知らない単語を300個、そして600個ね、追加して、前週覚えなかった単語と、そして新しい300、600をまた翌週もやっていく。って感じで、どんどんこなしていきましょう。どうしてもね、覚えにくい単語に関しては、この単語帳の特徴である、こういうね、語源からの解説だったり、例文
文だったり、こういうね覚えやすい解説が施されているので、それを見てこういうことなんだなっていうふうに理解を深めて、もう一回反復していくと覚えやすいですし、どうしても覚えられない場合はこの例文をですね、このまま覚えてしまうと覚えやすいです。例文は非常にね単語で覚えるよりも覚えやすいんですね。ボリュームが増えるからその分大変そうだなっていうイメージがあるかもしれないけど、意味の連なりによってね記憶がすごくしやすくなりますので、どうしてもね覚えられない単語に関しては例文で覚えましょう。すべての単語を例文で覚えるとすごく時間かかるんで、それはあくまでも覚えにくいものだけにやっていくといいと思います。大学受験、TOEIC、英検などの英語試験で求められる4技能を意識した段階的に学んでいくことができるすごい単語帳です。収録されている単語は他の単語帳と違ってセファーレベルの表記になっていて、客観的にかつ重要な英単語の選定になっているというのが特徴です。大抵の単語帳ってもちろん統計で調べていくというものもあれば、結構ね筆者が独断と偏見で選んでいるというところもあるのに比べて、非常にね客観的にこの単語は重要だという基準で選ばれているというのが一番の特徴だと僕は思っています。その上でパッシブボキャブリー、アクティブボキャブリー、声に分けられているという点も重要です。パッシブボキャブリーっていうのは基本的にはリーディング、読むとかね、聞くとか受け身の作業で求める言葉で、比較的難しい単語ですね。難解と言われる単語はこちらの方に分類されていて、一方でねアクティブボキャブラリー、これはスピーキングやライティングといった吐き出していく、アウトプットしていくときに必要な基本単語を含む重要語、これらについては深いところまでね学べるっていうのが非常に特徴です。さらにね英語での発信、スピーキング、ライティングで重要な基本動詞42語を厳選し、その単語の中心的な意味をイメージでね伝えながらアクティブな表現、用法を解説されている、これもすごいです。さらにね単語を覚えやすくするための工夫としてニュアンス、これもね徹底的にね解説が施されていて、こういうニュアンスが含まれてるんだってことで応用が聞きやすいんですよね。英単語って複数の意味があるじゃないですか。でも根幹の意味、イメージ、そしてニュアンスを掴んでおけば発生させることって比較的簡単なんです。ただ一つ注意点があります。本書はあくまでも難関のレベルの英単語帳になっているので、基礎から標準的な単語っていうのは若干ね漏れてるかなと思うんです。そういう方はこちらのね筆記英単語リープ、ベーシック、これも併用するといいでしょう。リープはね約1935個の単語が収録されてますので、2週間で終わらすためには1週間で1000個ぐらいこなす必要があります。1単語1秒1000語でやるならば、だいたい1回1セット15分かかります。でそれを3セットやるから1日45分やれば1000単語覚えられる計算ありますね。そんなに、ね、大変じゃないですよ。ぜひ、ね、この方法を騙されたと思ってやってほしいと思います。旧帝大志願書必見、筆記英単語リープの勉強法いかがでしたでしょうか。この動画が良かったという人は高評価、ご質問あれば気軽にコメントください。ご視聴いただきありがとうございました。今この YouTube 校の動画の概要欄を見ていただきますと、そこに、ね、LINE のご登録を促すリンクがあります。でそちらに、ね、登録いただきますと、偏差値が30から60になる勉強法、そして偏差値60から過去問の点数を取っていくための勉強法、そしてご希望であればね TOEIC700 を3ヶ月で獲得する勉強法、これは森田哲也先生の監修も入っているノウハウ集です。ぜひねご興味がある方はご登録の方よろしくお願いいたします。